空ですね。少々お待ちください。失礼します。はじめまして、台湾出身の空と申します。ほう、なかなか日本語が流暢だな。ありがとうございます。もう日本へ来て10年以上経ちますので、だいぶ慣れました。私、お母さんが台湾人でお父さんが日本人のハーフなんです。なのでお父さんに日本語を教えてもらいました。そうなのか。確かに言われてみれば少し日本人寄りの顔立ちをしているような気もするな。ありがとうございます。あの、お客様の名前を教えてもらっていいですか？ああ、キリュウだ。キリュウさんですね。今日はよろしくお願いいたします。よろしくな。キリュウさんって年末は何か予定とかあるんですか？例えば海外への旅行とか。いや、特にはねえよ。そもそも海外旅行なんて行く方じゃねえんだ。そうなんですか。空は毎年海外へ行ってるのか？よく行ってるんですけど、私の場合は旅行じゃなくて台湾の実家に帰る感じです。そうか、空は台湾出身なんだったな。はい、私昔から家族が大好きで、今でもちょくちょく会いたくなるんです。キリュウさんはどうですか？ご家族のことは好きですか？俺は親の顔も知らねえんだ。え、そうなんですか。なんか私ごめんなさい。いや、いいんだ、気にするな。別に俺は何とも思っちゃいねえよ。それに本当の親の顔は知らねえが、家族同然の奴らとは今までたくさん出会ってきた。そいつらのことなら家族以上に大切だと思ってるぜ。そうですか。家族のように思える人たちがたくさんいるなんて、素敵な出会いをされたんですね。ああ、空も自分の家族はもちろんだが、そういう出会いがたくさんあるといいな。そうですね。キリュウさんとも家族みたいになれたらいいな。俺もそうなれればいいと思うぜ。確か空は台湾生まれだったよな。どうだ、日本は暮らしやすいか？はい、みんな優しい人ばかりだし便利ですし、あと日本のカルチャーも大好きです。日本のカルチャー？ゲームとかアニメとか漫画とか、そういうカルチャーが大好きなんです。実はコスプレとかもよくするんです。ほう、そうなのか。キリュウさんはそういう文化とかコスプレとかどう思われます？実は俺も少しだけ興味があってな。本当ですか？ああ、やってる奴らが楽しそうだからな。夢中になれるだけの魅力があるってことだろ？キリュウさん、懐が深いですね。じゃあ、ぜひ今度一緒にコスプレしましょう。ああ、キリュウさんなら何が似合うんかな。あのキャラかな。いや、あのキャラの方が。いや、悪役とかもかっこいいですね。あれに出てくる黒仮面のカエル大統領とかもいいかも。何なんだそれは。まあ、お手柔らかに頼むぜ。空は日本に来て長いみたいだが、まだ日本で慣れないようなところはないのか？
そうですね、日本と台湾で文化が違うところがあって、その差で困ることはあります。ほう、文化の違いか。例えばどんなことだ？マナーとかが一番多いですね。食事中に箸渡しをするのは台湾では普通だけど、日本ではダメだとか。あと言葉もほとんど大丈夫なんですけど、たまにわからない単語があったりしますね。特にカタカナっていろんな種類があるじゃないですか。難しいですよね。なるほどな、カタカナ言葉か。じゃあ例えばこの言葉はわかるか？I love you。 何言ってるんですか、キリュウさん。そんな急に照れるじゃないですか。ちょっと簡単すぎたか？意味はわかるか？意味はもちろんわかりますよ。もうわざとやってるでしょ、意地悪。どうだろうな、キリュウさんって意外とキザなんですね。でも嬉しいです。まあ他にわからない言葉があったら俺に聞け、何でも教えてやるぜ、知ってる限りな。はい、ありがとうございます。じゃあ頼りにしちゃいますね。あ、キリュウさん、これ私の連絡先です。よければ連絡くださいね。ソラは台湾が好きだと思うが、いつか帰りたいという気持ちはあるのか？ありますね。やっぱり私にとってはかけがえのない場所ですから。そうか。でも今いる日本も同じように大切な場所なんです。周りの方もいい人ばっかりだし、思い出もいっぱいだし、それになんといっても好きな人もできましたし。ほう、それは確かに難しいな。だから自分でもこれからどうしたらいいかどんどんわからなくなってきてるんです。帰るのがいいのか、ずっと日本で暮らすのがいいのか。なるほどな。その好きな人が台湾に一緒に来てくれるなら帰ってもいいかなと思うんですけど。まあ無理に結論を急ぐ必要はないと思うぜ。台湾に帰る運命なら自然とそうなるさ。そうですよね。ああ、ただ恋愛は相手がいるもんだからな。待ってばかりだと結果後悔することもある。キリュウさんもそういう経験ってあったんですか？まあいろいろな。だから本当に好きならそいつの気持ちを確かめるのもありだと思うぜ。うん、ありがとうございます。なんだか勇気湧いてきました。私思い切ってアタックしてみようかな。空に惚れられるなんて羨ましい男だ。きっといい男なんだろうな。すごくいい男ですよ。それにしてもキリュウさんって鈍感ですね。そうか。はい、まあそんなところが萌えポイントだったりするんですけどね。萌えポイント。キリュウさん、この後お時間ってありますか？この後か、別に大丈夫だが。もしよければ一緒に外へ行きませんか？その伝えたいこともありますし。伝えたいこと？もちろん構わんが、ここじゃダメなのか？そうですね、
できれば雰囲気のあるところの方が。わかった。じゃあ少し夜風にでも当たりに行くか。はい、ありがとうございます。劇場前広場で待ち合わせで大丈夫ですか？ああ、わかった。楽しみにしてますね。あ、桐生さん。またしまったか。さあ、行くとするか。はい。いい眺めだな。で、俺に伝えたいことってのは？その私、キルさんと何度もお話ししてきましたけど、なんだか私のことを話してばかりで、キルさんのことはあまり聞けてないなと思って。確かに言われてみればそうかもしれねえな。だからそのキルさんにいろいろと聞きたいなと思うんです。構わねえぜ。で、何が聞きたいんだ？そうですね。じゃあその好きな女性のタイプとか。好みのタイプ、そうだな。純粋でおしとやかな女性かな。なるほど、大和なでしこって感じですかね。ああ、台湾出身だが、そういう意味では空もタイプかもな。あ、私ですか？おしとやかですかね、私。どうだろうな。ただ品の良さは感じるぜ。それに家族思いで優しいしな。ありがとうございます。キリュウさんから褒められると一番嬉しいな。他に聞きたいことはあるのか？はい、他には。少し体が冷えてきたな。ええ、もうすっかり冬ですもんね。そうだな、風邪をひく前にそろそろ帰るとするか。どうした？帰らねえのか？桐生さん、最後に一つだけ聞いてもいいですか？なんだ？桐生さんってなんだか自分の道一筋って感じですけど、その女性と結婚する気とかはないのかなって思って。ほう、結婚か。いつかはしてもいいかもしれないが、今は考えられないな。俺にはやることがあるからな。やることって？あまり詳しいことは話せないが、俺にも空と同じ大切な家族がいるんだ。家族？キリュウさん、もしかして結婚されてたんですか？いや、家族同然の存在だ。自分の娘のように思っている子がいるんだ。そいつがこの前事故にあって、目を覚まさなかったりとか、いろいろあってな。そんなことがあったんですか？すいません、そんな辛いことがあるなんて知らずに、家族とか結婚とかの話ばかりしてしまって、私キャバ嬢失格ですね。そんなことはない。むしろお前と話していると俺は勇気づけられた。勇気づける？ああ、家族を大切に思うお前の言葉を聞くと、俺も改めて決心させられるんだ。俺もあいつのために、大切な家族のために、命張ってやらなくちゃってな。キリュウさん、家族を守る、家族を大切にする、家族のために命を懸ける、
そんな当たり前のことの大切さに気づかせてくれたのはお前だ。ありがとうな、ソラ。ううん、私の方こそありがとう、キリュウさん。キリュウさんのやるべきことが最高の結果で終わるといいな。ああ、ところで今日は話があるって言ってたよな。何の話だ？ううん、もういいの。何でもない。そうか。うん、キリュウさんが鈍感で助かった。その代わり今からちょっとだけ時間を私にもらえます？ん？ああ、構わないか。私、キリュウさんと出会えて本当に良かったなって思ってます。男らしくてかっこよくて、でもちょっとお茶目で、そんなキリュウさんが私は大好きです。キリュウさんのやるべきことが終わるまで私ずっと待ってます。もし落ち着いたら今度一緒に台湾旅行してくださいね。今日はちょっと雪出しちゃいました。ずっとずっと待ってます。